はい、皆さんどうも、月月火水木金金ということでね、海軍に休みはございません。はい、というわけで今日も艦隊コレクションやっていきますよ。月月火水木金金というわけで、今日はね、私は水曜日なんで特に休みも何でもないんですけど、はい、とりあえずやっていきたいと思います。もう深夜2時半ですよ。でね、ラスト1回ですよ。ラスト1回頑張って削りましたよ。これちょっと見てくださいね。これほら、ラスト1回でしょ、これ。ファイナルステージ、オペレーションインターセプトタスクフォース。ほら、かっこいい。なんか COD みたいな名前になってるけど。さあね、編成の方はね、ちょっと変わりました。今まではね、このアダゴとか、随格とかいなかったんですけど、オールドさんをね、ちょっと外して、レベルの高い、まあ、最終ということでね、レベルの高いアダゴやね、この随格を入れました。第2艦隊の方は特に変わってませんけどね。第3艦隊も変わってません。うん。まあ、なんか、今までは私、水上部隊っていう編成で、攻略してたんですけど、最終1回は、機動部隊で行った方がいいっていう話を、なんかよく聞くんで、じゃ機動部隊で行きましょう。うん、機動部隊ね。まあ、機動部隊で、初機動部隊で行きたいと思いますよ。うん、でね、ハグロはまあ元からいたんですけど、ハグロは普通に、オールドさんの代わりに機関としてまあ登場しました。でね、アタゴは、まあ、ちょっとね、これ、アタゴが14号対空電弾、偵察機、零式ね、20.3 連装砲、すいません、ちょっと滑舌がやばい。さっき今寝てたんでね、随格、我が艦隊のね、加賀と共に、いる最強の空母です。レップ、試練艦に、サイウンって感じです。レップがなかったんで試練積みました。はい、じゃあね、ラスト1回で済めばいいよね。じゃあ行きましょうか。大丈夫、とりあえず決戦支援は必須だから、決戦支援呼び行くよ。決戦支援、よし、これでいいだろう。さあ行きますよ。ラスト1回で済めばいいけどね。ここでね、ラスト行けてパッと終わればね、今回はね、最終回になると思うんですけどね。さあ、いけるかな？行ってみよう！レッツゴー！第五戦隊。さあ。失礼します。ラス1のボス、大変だって聞くんでね。まあ、シーマスはね、潜水艦なんで、対戦の第一で行きます。もう、あとは見守って祈るだけですよ。あとは。どうなるか。いけんのかね、本当に。あ、ちょっと待って、なんか出た。ごめんなさいね。クロームの全画面モードでやってるんで。いいぞ。さあ、どうだ、避けろよ、ここで被弾とかすんな。よし、オッケー。さあ、どんどん潰していこう。ちまちまと潰していこう。ここはもう、あれでしょ、臆するに足らず。なんていうの。よーい、恐れることはないみたいな、なんかいいです。さて、ここは大丈夫でしょう。特に問題ない。五連装酸素魚類いっちゃって。うん、これで大丈夫でしょう。撃ってこないし。はい、終わり。まあ1無事突破。まあ怖いのは3なんですけどね。2でも大破する可能性もあるんですけど、下ルート行ってほしいな。下ルート行くとね、基本的に大破はねしないんでね。下ルート行ってほしいな。このまま全ての戦いが終わってしまえばいい。さあ空き火も終盤というわけで頑張りってきましたけど、どうなるかね。さあ最後は頼む、下行ってくれ。下の方が楽なんだ。下頼む。よーし、来た。おー、これは好調なあれなんじゃないの。敵艦隊発見。ここはね、普通に戦闘隊形で第4で行きたいと思います。さあ、ここでね、下行けばね、戦艦とかね、なんか強力なやつは出てこないんで、特に問題はないです。確か獣人とかは出てくるんだっけ、ここ。うわ、なんで戦艦いんの？嘘でしょ？うわ、やっば！ここはそう、最終形態変わんのか、編成が。下だと、あー、そうか、ぬか喜びしちゃうじゃん。舐めてんだろ。弱すぎる！頼む、戦艦潰して。よーし、戦艦一隻、まあ、中華させた。よーし、頼むぞ。試しよ。ここでチューハー困る。やめて。やー。さすがにこれは恥ずかしいな。行っちゃって。砲雷撃戦。
頼むぞ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 、うわぁ待ってよ、銃波だよ、大事はダメだよ、回数もうね、数ですよ、必要より数ってね。よし、市長の秘密は修理のタイミングにもあるんか。バケツ大量投入です。オラオラオラ、いけいけ、もうバケツね、400個以上あったのに、この船こんなにもう少し整備は必要だな。さて、呼吸にもバカにならんからね。スパセイバ。さて、決戦支援も。お腹いっぱい。決戦支援はキラキラついてた方がいいけど、他のやつらまあ大丈夫かな。わかんねえけど、大丈夫と信じよう。じゃあ決戦支援行っていただきます。いってらっしゃいませ。おい。そして次。司令官さん。頼むぞ。行ってくれよ。うん、行こう、レッツゴー。第五戦隊キラキラついてないけど多分大丈夫なはず。失礼します。わびさびよ。おーい、やめてくれよ。まあ中波か、まあ中波なりけ、こんなこともあるよね。海の頼むよ、やめて。うわー、ダイヤした。もう何でそう同じもんばっか攻撃すんの。いいぞ。さあやってこかーってことで飯食ってて、ね、いろいろしてたらもうこんな時間、3時半。さあってね、やってくよ。司令官さん。まあ一応決戦支援送って、いけます。おい、決戦支援送りつつ、まあレッツゴーみたいな。よし、司令官さん、今度こそ今度こそ一回削ってほしいね。頼むぞ。まあ一応キラ付けもしましたし、何のためにね、レッツゴー。あなたたちの背中は私が守ります。大破してもね、今度は撤退できるんでね、一席までは。さてさて、問題はこの中間の2マスと3マス目だな。ボスまで行けばまあなんとでもなりますよ。もうボスまでですよね、やっぱり始めてください。カンコレのイベントっていうのはボス道中ですよね、やっぱりボスはそこまで強いかみたいな、なんかやっぱ道中引き上げることが多々あるんだ。弱すぎる。頼むぞ頼むぞ。弱すぎる。どうだ、ここは大丈夫でしょ。突撃よ。大丈夫でしょとか言ってたらね、またタイヤとか。乾燥法ってやめとこ。何気にわびさびよ。前回それで長瀬さんが海のもくずとなりなさいだ。召されてしまった。無駄だね。まあ大丈夫かなこれ。よし、大丈夫そう、大丈夫そうっていうか大丈夫。よし、はいはい、一応で一マス目クリア、なんなくね、完全勝利じゃない。このまま全ての戦いが終わってしまえばいいのに。当然の結果だ。さて、2マス目は上行くか下行くか。うん、上はどうなってんのかな。下はもうね、あのご存知、あの戦艦2隻のやつですけど。あ、上行ったね。どうなんだろう、上の編成まだ見てないんだけど。普段なら戦艦がいるんですけど、ここには、防御かな。念のために防御、前方警戒。どうだ、できれば損害を増やしたくない。どうだ、どうどうどう、どんな感じ、どんな感じ、編成編成編成。あ、こっちの方が楽じゃね、楽じゃんこっちの方が。何なのこれ、戦闘体験でもよかったじゃん。なんなんこのクソ楽な体験、やば、いいぞ。なんだこの軽巡とか駆逐艦の武力、ただの雑魚じゃん。これ戦闘ターゲットでもよかったな、上だったら。ほうらけいきせ、よーい、おー、40門の炭素魚雷は伊達じゃないからね。やったー、警戒体験にしたせいでなんか命中率がいまいちだ。私には誰も追いつけないよ。無駄だね、ちょっと怖いな、軽巡とか雷巡が。無駄だね、うわー、やばい、や、頼むぞ頼むぞ頼むぞ、やめてよ、うわーおー。中波ならいける、いや、じゃあ中波ならいける。しまったー、ここは俺の判断ミスだった。先にこの上のマスがどうなるのか調べときゃよかったな。まあいい、中波ならいける。大破したらもう撤退するけど、中波ならいける。はい、
大丈夫、第二艦隊の期間なんで特に問題ない。さあ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 、私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから。もしベルニーがあれか、目を離しちゃ、ノーしたらなんだからね。口管に口管をつけて伝えるようなのが、うん、あーよかった、活躍できて。よっしゃ行きましょう。ここっすよ、ここ。次っすよ、次ですよ。ここでどれだけ部屋が出るかって話になるんですけど、こいつがいるんでね、これも前方警戒の方がいい気がする。うん、ここはね、ほんと極力ダメージを減らして次のボスへつなげたい。いけるぞ、頼むぞ。うわやば、五光線の子なんかと一緒にしないで。ここは航空優勢は取れるんだよ。お、対空射撃やりますか。お、いいねいいね。オッケー。さあ雷撃だい、雷撃だい。わあ、戦艦を封じてほしかったな。待って、雷神は、ああ危ね。雷神だけは困る。雷神はもうあれだから、最終ボスをこうね、あの片付ける役を担うやつなんで。いいぞ、雷神は攻める2隻を持ってるし。早く終わって、これ終わった。突撃よ。第一艦隊はもうね、どれだけっつってもあれなんですけど、まあある程度ね、いけんじゃねえ、これいけんじゃねえ。無駄にテンションが高い。いけんじゃねえこれ。おお余裕じゃねえこれ、やばいでしょこれ。きた、突破。いいね。さてラストですよ、ラスト。次、もうボスまで来てしまえばもうこっちのもんっすよ。まあ、こっちのもんっつってもあれなんですけど、ギキができるのか分かんないけど、まあね、とりあえずボスまで来たってことはね、目を離しちゃ最終決戦ですね。これが従来相関の実力。いくぞボス、待ってろよ姫、待ってろよおたさんの姫、待ってろよマジ。ほら来い、ラスト1回だ。もうここはもうバリバリ戦闘体系、レッツゴー。ちょっと待ってね、なんか友達がスカイプ、やばいな、嫌な予感しかしない。じゃあ待って、行きましょう。さーてね、これ姫が2隻、あ、鬼だったか。じゃあ、おたさんの鬼がいるから姫がね、2隻いるんですよ。ここは航空優勢取れるんだな、これが。補給がいないからね、まだ。支援艦隊頼むぞ、1隻でも多く頼む。よーし、来いいいぞ。もうね、昼までね、雑魚片付けろ。こいつはどうでもいい、ベルニーの人もいいよ。砲台激戦って聞くと、うわ怖い、やばいでしょ、やばい。姫が、鬼が、あー大丈夫、いいぞ。ちょ、ベルニー引き継い、あ危ない危ない。雷神はやめて、雷神に攻撃すんだけやめて。五連装炭素魚雷、お、いいね、ほら、くらえ。お、いいね、頼むぞ第一艦隊、頼むぞ第一艦隊、待て、いけ、頼む、削ってくれ。まあいい、空母はいい。空母はいい、頼む、ちょっとぐらい。おー、刺激がした、一石。おー、いいね、ボスも削っていこう。あー、怖い。うわー、ちょっと、やりすぎじゃないかしら。頼む、よし、いいぞ、あと戦艦だけだ。よーし、かこれでもうね、野戦はもうこいつだけですよ。攻撃開始ね。これで野戦でボコボコにしてやんなさい。来たぞ、テンション上がってきたぞ。頼むぞ、お前ら。
4隻もいるんでしょ、5隻もいるか、5隻、あ、やめてやめて、大丈夫、駆逐艦乗り、よし、いけるぞ、いけいけ、どんどん削れ、あーやめて、どんどん削れ、いけいけ、あーもうちょっと、もうちょっと、頼む頼む頼む、あと一発いけ、あれうえー、嘘だー、マジで、なんで、あとちょっとなのに、なんで削らないの、もうゲージはゼロになったよ、もう勘弁してよ、当然の結果だ、マジでせっかくたどり着いてもボス破壊できなかったが、マジもうほんと勘弁していただきたい、これは作戦か、うわぁこれは痛いなぁ、あ間違えた、こっちだ、ほらもうゲージないもん、ほらあと撃破するだけだよ、なんであいつ、くっそー、これは悔しいなー、あんだけいい感じに進んでたのに結局ボスを倒せずと、うわーマジかー、これはサイチャレンジするしかないなー、いやーさてさて、来ました来ました来ましたよ来ましたよ、ね、やっとですね、やっと帰ってまいりました、損傷保護せずにね、ボスまで帰ってまいりました、ちょっと声が小さいのは申し訳ないんですけど、まだ寝起きなんで、ね、さてどうでしょうか、ゲージャーも削れてるんで、あと破壊するだけなんでね、ボスを頼むぞ、今度こそ、ごめんなさい、今度こそ頼むぞ、さあ行こうこれで終わらせてほしいな、さすがにやっぱ上ルートの方が安定すんな、やっぱ戦艦がいないから、途中2マス目に、さあどうだ、これで、あもうゲージはないんだよ、上に 見てもらうわかるけど、さあ来いよ、頼むぞ、ここは譲れません、制空権は取った、制空権じゃない、航空優勢は取った、大丈夫大丈夫、問題ない問題ない、けけけ、支援艦隊頼むぞ、支援艦隊、よし、一石破壊、あとはこいつら頼む、よし、いいぞ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 、調子がいい調子がいいぞ、もうどん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 削っていこう、どんどん削っていくスタイル、やめて、あー危ね、ギリギリ頼むぞ、いいよ、もう他のやつらとかいいから、もうボスどんどん削っていこう、やりますか、今第一艦隊がこの下の2人を倒してくれることを祈っておこう、やりますか、よしいいぞいいぞいいぞ、調子がいい調子がいい、よし倒した1人、あと1人だ、頼むぞ第一艦隊、うわ第一艦隊頼むぞ、お前らにかかってる、いいぞいいぞ、おいもうちょっと昼間の間にこいつらを片付けて、いいぞいいぞ、やっちまえやっちまえ、おお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 やめて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 、あ大丈夫やめて、あぶね、カットイン来ねえのかな、うわーいけるか、おカットイン来た、頼むぞ頼むぞ頼むぞ、いけいけいけ、うわちょっといけ、頼む頼む、おおいったいったか、あーくそもうちょっと、おーしきた、きたー、きたわー、これきたわー、きましたきました、やっとこうできたわ、いやーやっと攻略か、よかったよかった、このままやったぜ、イオン突破当然の結果だ、もうね、別に騒ぐほどのこともない、ラスト1回がきついね、やっぱここはいいんですけど、よし回避撃破ボーナスゲット、経験を積んで姉様に少しでも近づきたいです、勲章ね、勲章、あと何がもらえるの、回収資材とか、そうね回収資材、
10個。これがあれか、噂の起きた。カゲロウ型駆逐艦ノワキ参上しました。イオン突破のさあ司令艦物行きましょう。ノワキゲットしました。さーて E1E2E3E4 提督おめでとうございます。我が連合艦隊見事パラオ諸島沖において敵機動部隊の迎撃に成功しました。提督の率いる諸艦隊は今作戦および南西方面海域の防衛を完遂されました。全作戦完了です。提督と提督機関の艦物たちが刻まれた勝利を、なんでこれなんていうのわかんねえ。なんとか。はい。すみません。全作戦攻略&敵機動部隊迎撃成功。はい。完了しました。作戦完了。よっしゃ、来ました、来ました。いいの4突破しました。やったね。ほら。はいはい。また出たね。ごめんなさい。じゃあ、いいの4突破したということで、今回ね。何回なの ?7 回とか8回かな、わかんない。まだ編集しないからわかんないですけど、まあね、秋でやんぞっていう動画をね、まあやりましたけど、ね、無事攻略することができました。はい。またね、次の、まあ季節のイベントがあればやるかもしれませんね。わかんない。やるかどうかはまだその時の気分次第です。はい。じゃあね、提督の皆さんはね、もうすでに、攻略されている提督の皆さんや、攻略されてない、まだ頑張っている提督の皆さんがいると思いますが、提督が攻略された提督の皆さん、お疲れ様でした。私も無事攻略することができました。でね、まだ頑張っている提督の皆さんは頑張ってください。頑張りましょう。はい。というわけでね、観光アーキーブヤンズ動画、攻略完了という最終回、ね、また、皆さんのね、こうやってね、私の変なカンコレの動画に付き合ってくださいましてありがとうございました。また次の別の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。この動画はこれで最終回ですが、また別のね実況画で会いましょう。それでは皆さんさようなら。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。